はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。新しいゲーム、ドラゴンボール2大魔王復活、やっていきたいと思います。これはですね、1シェンロの謎に続くドラゴンボールゲームで、ドラゴンシェンロの謎はアクションゲーム、アクションアドベンチャーだったのに対して、カードバトルの、RPG ですね。ということで、アクションベタにも優しくなっております。あと、アドベンチャー部分が一部あるっていう感じで、なんかキャプテン翼と似てる感じはありますね、その部分は。では始めていきましょう。ツイッチで配信を行っております。ぜひツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチマイアカウントチャットコメントプリーズ、アンドアカウントフォロープリーズ、この動画も2日後に YouTube に、アップロード予定です。ぜひ、アーカイブをご覧ください。プレミア公開いたします。 YouTube のチャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。 My YouTube チャンネル This Live アーカイブアップロードTodays After My YouTube チャンネル Subscribe と and Good ボタンプリーズ。TwitterX、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォローもお願いします。またリポスト、それからいいね、もお願いいたします。ツイッター X マイアカウントビジット&フォロー、リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、果たして やっていきますか。じゃあゲームスタート。ウミガメどこ行った？クリリンさん、ランチ。アクション。ウミガメじゃん。うわわわわわ。ドラゴンレーダー取っときましょう。テレビ。ですよね。丸の中に魔の字なのか。ピッコロ大魔王。マフーバ。電子じゃん。象印製かな。
ことを繰り返すのみか。じゃあ移動して右、最初のとこ戻ってきましたね。階段、乳房か。じゃあ乳房を取っとこう。死んでるクリリンが、チキショー、これ悪モードの、あ、悟空か。絶対大魔王の仕業だよ。クリヒは死んでいます。ストレート特急、階段、出た方、もう出た方がいいな。悟空無理数でないぞ。タンバリンか。こいつがごっくりにやった実行犯か。負け試合かな。戦いましょう。許しちゃおけねえ、タンバリン。1枚。ああ、勝ちすぎ。レベル差がありすぎる。多分負け戦だと思うね。くー、うまいな相手は。これ死ぬねえ。分かった。連続攻撃。このアニメ表現がいいよな。ヒットポイントも差がありすぎるよな。2枚。負けられねえ。連続攻撃だ。
まあ、早く負けた方がいいですね。多分負け試合だと思うんで。今の悟空では太刀打ちできる相手ではなかったということで負けました。うわ、まデザイアですね。中森明菜じゃないけど、わ、匂いが奪われちゃったや。本当や。なんかクエスチョンが多いですね。ほいほいカプセル取っときましょう。パスは何もない。ホイホイカプセルを調べられない。来た怪人、ショッカーみたいな怪人。ジャマルピッコロポロリ。山ちゃん仕上がってになるんかな。で西の都に行くんだよな。まあ出るしかないですね。飛行機になりましたね。さあ、あれ？こういうことか。敵。負けた。まあでも相手3だからな。いけー。1ダメージしか与えられないか。食らう。必殺。あーダメだ。
これって下が上が攻撃力下が防御力なのかな。もう一括で勝負決めたれ。どうなる？あ、下。やっぱり下防御力なんかな。1枚あ、貸しやがった。ちょっと待って、1回目がこれでこれかな。勝った。じゃんけんだ。経験値ですね、修行は。これなんだろう。お、なに？修行力がアップするのか。これ戻れるんじゃなかったっけ。そんな敵か。じゃあまあこうで。よし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 、オッケー。レベルアップ、レベルアップしましたね今。なんか強くなってない？オッケー、避けたか、避けるかもな。あ、勝った。戻ることもできます。これ心強い味方がついたぞ。ウーロンじゃなんだろう。ランダムカードっぽい。かよ。これって戻ったら休めんのかな。レベル上がったけど体力回復してくれないんだ。もちろんこれ
しよ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 し。負けた。必殺技カードが。ということで受ける攻撃もできます。あれこれ無理なの？あれこれどうやって回復するの？じゃあこれでいこう。ハウスで回復してくれないのか。もう西尾都行った方がいいみたいやな。回復してくれないのかな。負けた。結構ダメージ食らう。これ負け。表いますしかないよな。南へ行ってみよう。あ、ブルマの家だ。え、誘拐？中入ろう。
やりましょう。なんだろう。まただ。どうすりゃいいんだ？最初の場所だ。おかしいな、なんか。出るしかないのか。何回も調べてやろう。まず一旦入って、どうしましょうばっかりだな。
こで、ウーロンとチャウズが仲間。どういうことだ？懐中電灯がなんかヒントになっているかもしれん。ここで例えば、これってなんだろう、ヒントがわからない。とりあえずフラグを立てないといけないんだが、
あ、なんだこれ。あ、これダメだ。これ相当難しいらしい。噴水塔の責任者か。で、出る。怖いランチさんになってしまった。え？お、マンホールだ。入ろう。地下水路だ。うるさいなって。逆切れ。噴水塔管理局、さっき噴水塔の人いましたよね。ダメだ。は？なんじゃそれ。あー、パスワードがないと無理なんだ。わかるか。ダメだ、なんか。パスワードが全然わかんないや。後ろにシンクできないのか、スイッチって。
やり直しかな、一から。だってさ、これ取れないしな。あ、でもちょっと待ってよ。まあ、やり直すか。クリーン死んでるよな。じゃあ取っとこう。ドラゴンレーダー取っとこう。あ、そうだ、テレビ調べて。一緒。
故障シーンがちょっと難しいよな。で、これ戦うのか。早く死なないと。じゃあ弱いやつ早く一人に殺してくれ。ネット攻撃体力回復できるカードもあるんだ。とりあえず取っとこう。まただ。
で、ここまでは行った。で、懐中電灯を使う。ここも怪しいよな。で、ここでカメハメハ使うと、うるさいな、言われてる。入りましょう。懐中電灯。で、扉開いてるから、違う、間違えた。なんと、敵が待っていた。じゃあもうバトルするしかないや。でもレベル1なんだよな。勝った。あ、でも弱い相手。救出です。またかよ。やるしかないです。まあレベル1ウクレレだから勝てるでしょ。あ、逆に会えた。ダメだ。レベルアップ。
ちょっとブルマへ喋っとこう。南部変身幼稚園。やばいな、これ。とりあえずパスワードをスクショを取っておきました。いらないカードなんかないけどな。
どうやってこれ回復するんだ。回復手段がない。カリン様のカードっていうのがあるんだ。敵だ。じゃないとダメなのかな。あ、やられた。OK、貸した。負けた。逃げた。あ、でも強いな。レベル3になりました。これぴったりだが、あ、ダメなんだ。入れないんだ。
か動かなくなった。なんで入れないんだ。寒いでした。勝った。カメハメハ来た。味方がつくとどういうことになるんだ。勝った このアニメの表現有能だな。レベル4になった。
OK。 じゃあ。これで入れるはず。本田抜き先生誰た、なんか獣フレンズ的な世界。あ、これ食べるとゲームオーバーとかじゃないよな。全部もう勝ちに行きますよ。オッケー。ヤムチャ様、足落ちを歌え、ジングル村へ行きましたと。なるほど。ちょっとマップ見てみよう。あ、ってことは一回西の都を経由しないといけないのか。敵だ。ちょっと不利ですね。チャオズ。いた。
へい。現状攻撃。好きやな、国会行こう。レベル3か。オッケー。じゃんけんだ。完成はやられなかった。逆に。オッケー。オッケー。民族攻撃。レベルがアップです。また敵だ。レベル3なんだな。あ、やられた。逃げた。敵が強いと逃げるんだな。修行は逃げないんで。助かる。よしよしよし。全速回。神経衰弱なんか難しいだろう。とりあえず家の中入った方がいいのかな。
局出るしかないもんな。ダメージ食らうからな。やばいやろこれ。これ村長や。なるほど。これでもうあのダメージを食らわなくなった。よかったよかった。女の子だ。はっちゃんって誰？まあ一回出ましょう。やつらマッスルタワー跡へなんかやっている。ん？あ、これがマッスルタワー跡なんだ。じゃあもうマッスルタワー後に行くしかないってことか。これタワーの入り口か。はい、入ってみよう。勝手に開いた、おかしいな。これ入った落とし穴でゲームオーバーとかないよな。敵か。か、じゃあそんなに 高い対決する必要はない。じゃあ階段行こう。あ、はっちゃんだ。とりあえずはっちゃんに。あ、気がないんだこれ。秘密基地。
ラフ一味だ。そうだ、この頃原作ってピラフってあれだったんだ。ピッコロの下だったんだ。言うの。いや、結構強敵だぞこれ。しかも足が速い。ハッシュ剣か。ヤムチャ助けた。もう出ていいんじゃないの？お、また新しいエリアが出てきた。オッケー、一気に修行値がアップした。戦闘機械だ。わ、ちょっと厳しいんじゃないかな。まあ無理だったな、やっぱり。まあ、ちょっとこれ厳しい。無理。
解した部分、修行だってひどいよな。敵登場。レベル3ウクレレか。オッケー。どこへ来こういうこともあるんだ。敵だ。レベル4ウクレレか。結構怖っ。気をつけないとな。OK。あ、避けやがった。ならばもうこれで決着つけてある。全特化へ。じゃあ無理です。大体全特化へしたら無理だろう。パスワード。パスワード、メモしました。はっちゃん、あ、アルバ・コルビヌスさんですね。フォローしていただきましたよね、この前。
非常に感謝します。行こう。2かな。そうですね、文字って結構やっぱり大事なんで、ありがとうございます。さあどうだ、あ、全特会。記録に残るんでね、非常に重要です。3か。あ、これなら OK。 敵だ。あ、そうですか。ほい、あ、負けた。は結構ダメージ食らってる。まただ。これやばい。あ、避けた。結構強敵だ。あ、逃げた。え？ちょっとこれしばらくは鍛えないといけないな。残像剣だ。あ、結構レベル4だと強い。カメハメハ。お、レベルが上がりました。6です。ちょっとカードが悪いからしばらくは我慢しましょう。あ、レベル1か。ありがとうございます。何やい？センズ？ああ、嬉しいな。時々やっぱり回復、こういう風に回復してくれますからね。1時間44分か。だいたい2時間やろうと思ってます。なので次の町までかな。敵だ。だからな。よし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 、半分か。これで OK。 また敵だ。どんだけ敵いるんだ。でもまあ遅れレベル1だからな。
ません、やめました。行きましょう。シンピラフ城ですね。ありがとうございます。簡単に開いたな。これ 3D 迷路になってるね。かわいい、まい。まいもあのピラフの一味ですね。でも結構かわいい。超戦います。 OK。 進んでみよう。3D も迷路になってんな。レベル2ウクレレか。ここも何もないのか。じゃあ出ましょう。またウクレレだ。あ、負けた。 OK。 まあ、レベル2ウクレレやから弱い。
かアイテムでもないのか。ピラフ城の中だよな。左へ行って入り口に戻されたから、今度は右へ行ってみよう。タンバリンだ。やるしかないな。オッケー。よし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 。あー、ダメだ。逆にやられた。お、ナイス。これ許可してくれた。うわー、やばいな。不利だな。オッケー。残像剣。あんまりダメージ与えられなかった。オッケー。どんどん減らしてるぞ。負けた。結構食らう。オッケー。水底駅。負けた。あ、やばいな、まだ。負けた。やばいやばい、本当にピンチ。あー、お、勝ったんだ。
やばいな。とにかく体力が少ない。お、こんな感じか。占いババアの宮殿に次行かないといけないんだな。Okay. かしやがった。気をつけないとな。
オッケー。え、2ダメージしか食らってないのかよ。どんどん回復していく。はい、ということで、ここまでですね、今回は。ドラゴンボール、シェンロンの夏、大魔王復活、1回目をやっていきました。この動画 YouTube にアーカイブ残します。2日後、7日21時にプレミア公開いたしますので、ぜひ見てください。Twitch のアカウントフォローもぜひお願いいたします。Twitch My Account Follow Please This Live Archive My YouTube Channel Upload Two Days After My YouTube Channel Channel Subscribed and Good Button Please YouTube のチャンネル登録、高評価をお願いいたします。また、Twitch Twitter 旧 Twitter X のアカウントを持っております。ぜひアクセスの上フォロー、いいね、リポストお願いいたします。 TwitterX My Account Visit and Follow Please and ツイートリポスト and Good Button Please、はい、ということで、今回ドラゴンボール2大魔王復活1回目を遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。